VW 級駆逐艦は、イギリス海軍の駆逐艦の艦級。基本となるアドミラルティ V 級と紹介性型の、アドミラルティ W 級及びアドミラルティ海 W 級、特型としてのソーニクロフト VW 級及びソーニクロフト海 W 級がある。イギリス駆逐艦の艦砲としては、1911年度の K 級以降、1915年度の R 級に至るまで、 40合計 10.2cm 砲3本の搭載が標準となっており、他国よりも優れた方向火力を備えていた。しかし1916年4月、ドイツ帝国海軍の新しい大型水雷艇が 12.7cm 砲を搭載するなど、これを量駕する性能を備えているとの情報を受けて、方向火力の強化が決定された。まず、スウィフト及び F9、 バイキングで45口径15.2センチ砲の搭載を試みるとともに、1916年度計画の駆逐艦では、45口径10.2センチメートル砲を4門に増備するなどの強化が図られることとなった。これによって建造されたのが V 級である。また当初は、魚雷発射艦も3連装に強化される予定であったが、開発遅延のため、V 級では従来通りの連装とされた。 三連装魚雷発射艦が間に合った艦は W 級と称されている。その後、ドイツ海軍駆逐艦への課題評価が判明したことから、1917年度の建造艦は R 級をベースとした S 級とされたが、1918年度では再び本級をベースとして、さらに火力強化を図った改め W 級が建造された。センシュロ郎型という戦形は、 従来の駆逐艦を踏襲したが、艦砲を増備する必要から、艦内配置は大きく変更された。艦首側に背負い式に艦砲を搭載するため、選手楼艦班を延長するとともに外反には強いフレアを付した。これによって、艦班作業が容易になったほか、選手楼艦班部分の区画面積が増加したことから、専任貸艦室が新設されるなど、居住性も向上した。 また、監守備方向の長さを圧縮して、監守側の看板面積を確保するため、環境構造物は全体に幅を広げており、これに伴って内部区画は全面的に見直された。1階部分には、球団室や待機所、電信室や作戦室が配され、従来はここに配置されていた、操打室や、開図室は2階に移された。 この配置は囲碁の環境構造配置のひな型となった。また、環境上部に即虚技を配し、従来ここに設置されていた単焦灯は魚雷発射管付近のプラットフォームに移設したが、この方式も囲碁の駆逐艦でも踏襲された。また、ソーニ肉ロフト VW 級では環境を二番砲の髪型に張り出している。このように艦内配置が大きく刷新された一方で、 機関は、おおむね R 級のものが踏襲された。手機は、ブラウン・カーティス式オール・ギアード・タービンを基本として、ドックス・フォード車間、スワン・ハンター車間では、パーソンズ式が採用された。またボイラーは、ヤーロー式重油洗傷水管ボイラーを基本として、ホワイト車間では、ホワイト・ホスター式が搭載された。排水量の増大にもかかわらず、機関を増強しなかったことから、 最大速力は34ノットに低下した。ただし特型であるソーニクロフト V、W9 及びソーニクロフト海 w 級では高速発揮を狙って計画出力を3万馬力に増強しており、いずれも高止速力では36から38ノットを記録。また、ウィシャートは満載状態の1524トンで33.962ノットを記録した。 蒸気の経緯より、本級では火力強化が施行された。艦砲は、1915年度のアドミラルティカイア R 級で採用された、長方針、大発射速度の45口径1 0 2トル砲が踏襲され、装備数は従来の3門から4門に増強された。1.2番砲は、選手楼甲板に、また3.4番砲は、看尾甲板に、 いずれも背負い式に搭載された。そして1918年度の改め、W 級では、シェイクスピア級共同駆逐艦と同じ45口径 12cm 砲へと、さらに強化が図られた。対空兵器も、39口径 40mm 広角機銃に、変えて45口径 7.6cm 広角砲が採用され、第二煙突工報のプラットフォームに搭載した。 ただし、V 級の一部は、戦後、下記の魚雷発射艦と合わせて、40mm 基準に、換装している。また当初は、魚雷発射艦も三連装に強化される予定であったが、開発遅延のため、当初は従来通りの連装型が搭載された。その後、ず積型の三連装型が完成したことから、1916年度計画艦の、内旬行が遅い艦は、 当初からこれを搭載しており、これらは W 級と称された。また、V 級についても、1920年より3連装型への換装が行われた。なお、V 級の一部は、艦尾に張り出しを設け、艦尾甲板上に、機雷付設機場を設けて、片弦あたり27から8個の機雷を搭載し、機雷付設艦としても活動できる付設駆逐艦に改装された。 これらの艦は、巨雷発射艦の乾燥更新は行わなかった。ウェア回収艦その後、第二次世界大戦直前の1936年には、本級のうち36隻を対象として、ウェア回収が発動された。これは、ハント級駆逐艦や、ブラックスワン級スループに準じて、下記のように、防空、対戦護衛艦としての装備を搭載するものであった。 また海戦後には、ウェア回収の対象にならなかった艦も、レーダーやソナー、機銃や対戦兵器を搭載して、護衛駆逐艦として投入された。ありがとうございます。